さすがに1年目、復帰した1年目で、そこまで投げさせてもらえると思ってなかったので、55試合も投げさせてもらえたり、まさかこんなに投げさせてもらえるとも思わず、びっくりしてます。福岡ソフトバンクホークスの中継ぎの柱、藤井皓哉投手です。笠岡市出身の26歳、最速156キロのストレートに加え、キレのあるスライダーやフォークを多彩に操り、バッターを翻弄します。昨シーズン途中からセットアッパーに定着すると、55試合に登板して22ホールド、防御率 1.12 と好成績を残し、常勝軍団の勝利の方程式を担いました。どういうルーティーンでその試合まで臨まれてるんですか？ないです。あ、ないんですか？なんとなくあるんですけど、でも多分毎日同じじゃないんで。いつ呼ばれるか分からない、その中継ぎとしての準備って、常に気を張っていないといけないのかなと思うんですけども、そこの心構えっていうところはどうですか？そうですね、シーズン後半というかの方から、7回、8回っていうところを投げさせてもらえるようになってからは、試合が始まって徐々にこう上げていけばいいなと思ってたんですけど、今年につながるいい経験ができたなと思ってます。本人も想像していなかったという昨シーズンの活躍。落ち着いて話す藤井投手ですが、プロの世界で輝くまでには紆余曲折がありました。2014年、広島東洋カープからドラフト4位で指名を受けた藤井投手。岡山山陽高校から38年ぶりとなるプロ選手の誕生とあって、大きな期待が寄せられていました。時間はこう少しずつ湧いてきてます。持ち味はまっすぐなんで、そのまっすぐを生かして頑張りたいなと思います。ただカープに在籍した6年間で白星は1つだけ。2020年には戦力外通告を受け、独立リーグにプレーの場を移しました。あ、終わったなみたいな。あ、終わってしまったなみたいな感じですかね。一つカープで結果を残せなかったんですけど、6年間、やらせてもらって、一つ終わったなというか、これからどうしようかなっていう感じでしたね。一番は戦力外になって、もう一度まだ野球をしたい、もう一度 NPB で野球をしたいっていう思いがあったので。四国アイランドリーグプラスでの1年間は遠征など全てバス移動。体力的にも精神的にも過酷だったと言いますが、自分自身を見つめ直す時間、そして野球に打ち込める喜びを強く感じた時間だったといいます。もう今までやってきたことを全部変えてやるぐらいの気持ちでやってましたし、野球ができてるなっていう幸せだなと思いましたし、勝った負けたで喜んだり悔しがれたりすることも幸せなんだなっていうのに気づいて、もう一回野球を楽しもうというか、楽しく野球やろうと思ってやってきたのが一番ですかね。クールな胸の内に秘めた野球に対する強い愛情、その熱い思いを支えていたのは地元岡山の企業です。一番最初に作っていただいて入ったやつですね。藤井投手が手にしているのは、昨シーズン試合で着用していたスパイクです。倉敷市の岡本聖光が藤井投手の力になりたいとスパイクを提供。職人が一つ一つ手掛ける全国的にも珍しい、つま先が2つに割れた足袋型シューズを使うことで、フォームの安定感がアップし、地面の力をボールに伝えやすくなったといいます。素足で立つみたいな感じですね。グラグラするんですけど、この靴履くようになってからはしっかりこう立てるんで、地面をつかめてる感じもあるんで、すごい、立ち感っていうかのはすごいいいなと思います。技術的な部分でもサポートをしてもらったと思ってますし、すごいこのスパイクに助けられたなと思ってますね。
地元岡山からの支えもあり、昨シーズンを怪我なく乗り切れたと振り返る藤井投手。今シーズンは先発としてチームを牽引したいと語る苦労人の今年の目標は、はい、170イニングと日本一。先発投手としてまず170イニング以上投げれれば、チームとして必要とされていると思うので、あとは日本一っていうのは、昨年達成できなかった日本一を達成したいっていう思いで、はい、書きました。戦力外という大きな挫折、さらには独立リーグでの経験も糧に静かに闘志を燃やす藤井投手。去年優勝を逃した悔しさを胸に、パリーグの頂点、そして3年ぶりの日本一を目指します。広島阪神のファンが多いと思うんで、ちょっとペイペイドームまで、ちょっと時間はマツダスタジアムや甲子園よりはかかるんですけど、見に来てもらえればなと思います。先発をやるからには、そのファンの皆さんからエースと呼ばれるような、そういった投手を目指していきたいなと思います。